今回は、藤丸律香の種族が地球のアルテミット、ワンだった世界線、を楽しむネットの反応を紹介します。それではどうぞ。アルクエイドやアルトルージュと姉弟、小ボス戦とかの時に取り巻きはサバに任せて、自分はボスに突っ込んでそのまま勝ってそう。地球くん、46億、年かけてついに、主人公にしては強大すぎる。この究極やんけ。もうこいつ一人でなんとかなるやろ。問題、はいつ誕生したのかだ。この藤丸はいつ誕生したか。赤ちゃんやんけ。地球が人力焼却へのカウンターで作った感じ。藤丸律香、西暦以後生まれ。近代の英霊より年上やん。640年くらいに生まれたのか。まさかの雷光ママより年上。こんだけ生きてあんなにフラットな価値観してるのか、もしかして後天的に当時17位で真相にさせられてたりする？アルテミット、ワンに至る前はどんな種族？わぁ。マジモンのアルクエイドの親戚じゃないかこれ。地球ちゃんの成長を感じる。この地球くん優秀ですね。きちんと昇格できる個体を生成してる。そもそもアルクエイドの発生時期を見ると、下手したらグダテメットワンが年上になるかもしれん。この藤丸はアルクエイドのように、起きてすぐ寝てを繰り返していたのか、パイセンみたいにずっと人間を外から見てきてたのか。霊長の人類が元気にしてるうちは一生眠って星の夢を見続けてそう。人力焼却とかいうクソデカ目覚ましで叩き起こされたとかそんなん。この藤丸は、人間で言うと朝起きて日常過ごして夜眠るみたいな感じか。なんかしら人類史上の大事件が起きたら、目を覚まして様子見に来るとかそんなんなんかな。一度休眠してから次の目覚めまでにどれだけのスパンを挟むのか？めちゃくちゃショートスリーパーで草。早くない？こいつ人類大好きだろ。遠足楽しみな幼稚園児かよ。ちなみに目覚めてから再び眠りにつくまでの活動時間は約どれくらい？もっと寝ろ。夜更かししすぎだろ。活動時間と休眠時間逆じゃね？なんだこの藤丸。こいつめっちゃ起きてるやん。精神年齢割とジジイになってそう。いやでも成長しないか。10年ぐっすりすれば200年元気いっぱいに活動できる謎の藤丸。アスカから先って割と文化も目まぐるしく変わってくるから楽しいんだけども、寝なよ。そやまあ自分の庭で、庭からリソース無限に引っ張れるだろうから、息継ぎとか一休みぐらいの感覚？なのかもしれない。ほぼほぼクロールやんけ。10の休みで200持つとか、クロールどころかクジラの息継ぎだぞこれ。私の名は、藤丸律香織。年齢1382歳、自宅は地球のどこかにあり結婚はしていない、仕事は、地球のアルティメット、ワンで、毎世紀遅くとも200年までには帰宅する、余計ないさかいはしない、世界の干渉はたしなむ程度、200年経ったら床につき、必ず10年は睡眠をとるようにしている、寝る前に温かいミルクを飲み、20分ほどのストレッチで体をほぐしてから床につくと、ほとんど朝まで熟睡さ、赤ん坊のように疲労やストレスを残さずに朝目を覚ませるんだ。健康診断でも異常なしと言われたよ。アルテミット1に異常があったら大事件だよ。エンジョイしてんな。でもこれだけ活動時間が長いということは、それだけ人の歴史に関わってそうだし、なんなら知り合いのサバだっているだろうな。これ活動範囲世界中だったりする？活動範囲は、範囲が広い。もっと休めよ。すげえ、範囲がやばい。ひょっとして海空で見つかる人型のユーマってこいつなんじゃ。こいつ元気くんやん。絶対に知り合いのサバいるやろ。人間の文化にめちゃくちゃ馴染んでそう。バカほどエンジョイしてて笑った。地球の表層の出来事を記録するのは大事な役割かもしれないけど、他の星の触覚からしたらはた迷惑すぎる。そういやこの藤丸魔術協会とのつながりは、ゼルジジイみたいにちょっかいとかかけてる？協会側や時計塔の存在は知ってる。で何回か干渉してきてはいるけどお断りされてそう。
10年しか寝ないから寝たとしても大抵の人間生きてるな。寝たとしても基本的に、久しぶり全然変わってないなお前、で終わるやつ。知り合いじゃないのそれこそ発生前の英雄ぐらいしか、いや割と知り合いじゃないやつ多いな。ちなみに例の水晶ゴキブリについてはどう思ってる？いつの間にか雲からゴキブリになってるオルト君、まあ妥当なんだがな。お前その雲相手にそのメンタリティできるのすごいな。だって同格だし。人類があと100年経ったら対応できるんだ。人類が住んでる星の最強種ができなきゃどうするって話になるしの。意識のスケールが星とほぼイコールだろうしな。一スケールに翻訳したら庭に居座ってミントの種まいてくるやつとかそういう感じじゃねえかな。そういやこの藤丸の能力まだ決めてないな。レイシフト適性を似たかだし時間軸を自由に飛び回れるとかか。とりあえずアルテミット1は、ギャーマとよろしくしの概念がないらしいので、物理的に破壊するしかない、あとありえそうな能力だと。地球上もしくは人類圏内なら、いつでもどこでも移動も出現も可能とか？冒頭方の変な T シャツ女神みたいな能力してるアルテミット1。体3つあります。異界、月、地球を自由に行き来できます。本体はその世界の地獄にあります。化け物か？つまりカルデアの一部サバがバカやってるの見て、優しい表情で微笑んでるグダが見れるのか？カルデアに来た時とレムレム休眠タイミングが重なって、良い感じに弱体化するグダ概念。眠い、ってなった時に、人類の危機だぞアラーム鳴り響いて寝れなくなったの？かわいそう。もう、夜更かしするからよ、お母さんちゃんと寝なさいって言ったじゃないの。存在強度規模規格の全てが絶対的な、アルテミット1、プラスレイシフト適性 100% であるならば実質的な単独権限も備えているはずだが、この藤丸はどうなのか。自分の発生以前に行くには何かマーキングが必要とかかな？単独権限で世界の修正力無視して、この規模の存在が過去未来行き来したら世界が壊れちゃうだろ。範囲が限られるみたいだが具体的な条件は？ちょい待ってくれマーキングがあるなら文明圏外意見の過去のグダ、無法すぎるやろ。ただこうの大地にて、他のアルテミット1が地球の妖精で生還渡ってきたからな。これは藤丸律家の卑劣な術だ。周りのものに影響を与えないようにする、超精密作業のあたりをつけてるようなものと思えばまあ。思ったんだが、殲滅形態とかになったらこれあんま意味ないのでは。大陸ピンボールや地球の自転を止めるアルクエイドを見つつ、一瞬でカルデアスが役ネタであることを見破り、マーキングを準備するグダ概念。なお人類保証研究カルデアスを初めて見たときどう思った？要は自分によく似せられたコピーだからなカルデアス。宇宙の恥やん、潰しそう、とか思ってたのかな。ミクトランで交代 VS 交代 VS オルガマリー所長の大怪獣バトルが開幕から始まるってマジ？絵面がウルトラすぎる。なんかマシュのいびつさとかロマニの正体とかも一瞬でカンパしてそうだなこのグダ。だからといってなんかするわけじゃなさそうだけど。さすがアルテミット1。じゃあその慧眼で長いこと見てきたであろう。人間という生命体そのものについてはどう思ってる？フラット。グダからして基本的に入れ込みすぎない性格だったし、とても解釈一致。ナチュラルボーン地球。これは人類に対する天秤が振り切れた時に他のアルテミット1呼びますわ。気持ち悪いけど面白いなぁ人間。え、なんで自分の死骸にいつまでも住んでんの？気持ち悪。ゲーティアやティアマトみたいな、獣たちのことはなんて思ってるんだろ？ビーストという人類が乗り越えるべき終末気候に対しては。ドライ。やっぱりガイア側か。プライムとかコヤンとか、どちらかと言わずともしっかりガイア側だしな。人類悪の干渉スタイルでなくてよかった。その方向性だと一人修復が7章で積みかねん。基本自分に悪影響がなければまあええか、人類の数勢だし。って感じか、キアラさんは全力で潰しに行きそうだけど。
家の字も地球創世期まで戻って地球取り込む方針だし、ヤマトも地球全部泥で覆って取り込もうとしてるし、そう考えるとカーマとドラコーとコヤンとフォークンぐらいしかスルーされないのでは。神みたいにも切れるは切れるだろうけど、家の前で暴れてるのと、家に不法侵入して家主になろうとするやつに比べたら、切れ度合いは低いんじゃないかな。ゲイティアは地球の表面とかじゃなくて、地球そのものになろうとしてるからおそらくキアラと同ラインぞ。なんならキアラよりもアウト率高そう。この価値観にあった藤丸が今イベントのビースト騒ぎで、今回のような選択肢を取れるようになったのは、現行カルデアという良き人々との愛と希望の物語という旅の影響かな。千歳超えで活動期間もめっちゃ長いローグだが、心変わりした末の今回の選択か。最初8級を正常に戻すためにカルデアを利用してたぐらいなのが、危機的状況での人類の価値を見て、人類やそれによって発生したものに肩入れするようになったアルテミット1。美しい肩つき文脈。フォー君これ藤丸に謎くんか？プライミッツマーダーをペットにしてた27阻害たんだ。アルテミット1ならなんとでもなるはずだ。カルデアに在籍して間もない段階で、初めてフォー君を目撃した時はどう思った？そりゃ驚くよね。少なくとも記憶が正しければ、安全圏のアブアロンにいるガイアの怪物が人の施設にいたらそやな。もしもしマーリン。アルテミット1にマイロードっていうマーリン。なんか湧き上がるものがありますぞ。たとえアルテミット藤丸でも、パイセンは変わらずパイセンなの草なんだ。